8月11日日曜日だ。気分崩壊。ベジータサイヤの今日も PON。貴様ら元気でやってるか？ベジータサイヤだ。ずいぶん前のことだが CBC ラジオでおはようございます。はやぶさです。で、俺様のメールは読まれたぞ。いろいろと忙しく後回しにしてしまった。読まれてからすでに3ヶ月が経過だ。まあ、俺様の動画で少ない再生回数で、はやぶさ様というグループを知っている人は少ないだろうが、今は営業で活躍してるぞ。これはタワーツアーズでもらってきたチラシだ。持って帰るときファイルに入れなかったのでシワがついてしまった。では、どんなメールが呼ばれたか、行ってみるぞ。おはようございます。はやぶさです。令和だよ。おはようございます。令和です。令和です。令和です。令和って名前になっちゃってんじゃん。ねえ、やってきました、この時代が。ね。はやぶさのひかると申します、はい、令和になってもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はやぶさのヤマトです。さあ、平成という時代が終わりまして、令和時代が到来しました。いや、立ち会えたね。立ち会えましたよ。僕はですね、メールのご紹介ですね。はい、お願いいたします。ペンネーム、はい、月当たりの田んぼさん、三重県の方からいただきました。ありがとうございます。どういう意味？いいですね、うん、100点、ね、キレッキレです。はい、すごいですね。すごいね、うんうん、さあ、次のお便りはですね、はい、愛知県のペンネーム、うん、ベジータベジータサイヤさん。何なんだよ今日は。何なんだよ、ベジータサイヤさんだってすごいじゃん。318って書いてある。すごいすごい、もう王子様来ちゃったよベジータだってなっちゃうよ。すごいの来ちゃってるね今日。ねえ、はやぶさのお二人さん、おはようございます。4月10日お誕生日の方が、はい、たくさんいますと。キンキキッズの堂本剛さんも同じなんですよ。堂本っていうとなんか親元みたいな。40歳だそうで、はいはい、このキンキもデュオで長く活躍しており、はい、自分と同い年なので好きなのですが、はやぶさも好きです。ありがとうございます。なぜなら、うん、若いのに演歌を歌っています。若い方で演歌を歌っているデュオはなかなかいませんよ。感心します。ありがとうございます。そういえば新 BS 日本の歌にも出ておりますね、はい、ありがとうございます。紅白に出られるといいですね、という、お便りをいただきました。ありがとうございます。あと大和さん、はいはい、ネガティブな発言が多いですが、はいはい、ポジティブな考えにしましょう。あ、ポジティブがあるからネガティブにいけるんですよ。したい。そうそう、あの本当にネガティブの人って本当にあのネガティブなことも言わなくなりますからね。あら、やっぱポジティブがあるからネガティブで遊べるんですよ。なるほど。そうそうそう、遊び心なんです。私も根っからポジティブですから、ね、なるほど。毎日ポジティブってカレンダー出そうかなと思ってなんか嬉しそうだわ。そうそうそう、やろうかなと思ってますけどね。ということで、はい、今週もお便りありがとうございました。ありがとうございます。ということで、俺様のメールを読んでくださった、実は2回目だぜ。こんなに受けたので俺様はすごく機嫌がいい、ということでハヤブサ様にこれをくれてやる。俺様のプラモだ、フギュアライズスタンダード、スーパーサイヤ人ベジータだ、ニッパーもおまけにつけてやる。これを仲良くヒカル様とヤマト様が協力し合って作るが良い。どうだ、太っ腹だろう。あと8月2日の放送も聞いてくれ。おはようございます、はやぶさです。おはようございます。この声ははやぶさのひかると申します。よろしくお願いいたします。おはようございます。はやぶさのヤマトです。今週もスタートいたしました、はやぶさ冠番組、おはようございます、はやぶさです。気づけば8月に入りました。そうね、はい、梅雨明け夏到来ね。はい、おはようございます、はやぶさです。
ものでそろそろお別れのお時間となってしまいました。本当お便りはいろんな方から届いてとても嬉しいです、ね、ありがとうございます。なんか最近思うんですけど、ね、来るお便りなんか我々を笑わせたもん勝ちみたいになってません？あのね、ペンネームがすごいひねってくる。ペンネーム合戦すごいことになってますね、うん、これがなかなかすごいの。決めます、年間誰が一番笑かしたか。ペンネーム合戦ちょっといいかも、うん、それでね、一回読まれた方っていうのはやっぱりこうまたちょっと期間が空くじゃないですか、はい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 、でそれをね皆さんね上手にペンネームを差し上げて、ね、かいくぐってね来るわけですよ、いらっしゃるんですよ。で僕たちも分からずにね、読むんですよ、読んじゃうっていうね、こともあったりして、ね、また期待してます皆様、はい、よろしくお願いします。さあこの番組では皆様からのおはがき、リクエスト、ご意見、ご要望などなどお待ちしております。なんだと？ハヤブサ様を笑わす合戦だと？ふふふ、ならこの手があるぞ。お手紙に俺様ベジータサイヤの口調風に書いてやったぞ。それだけではない、あととっておきのものを作ってやったぞ。先ほどの俺様口調のお手紙と、あとこれを見たらハヤブサ様の二人驚くぞ。特にヤマト様が受けるであろう。俺様の写真でしおりを作ってみたぞ。ラミネートを用い結構手間がかかったぞ。これを見たら笑うの間違いなしだ。紅白出場と書いたが NHKBS で出ているからだ。白抜き作業が面倒だったぜ。あとはプラモ、ニッパー、手紙、しおりを入れてヤマト宅急便で CBC ラジオ東京支社に送れば OK。ヤマト宅急便は低ポイントで使うことができるんだぞ。意外と知られていないかも。あとは読まれるの待つだけだ。ボツになって送り返されるかもしれないけどな。